はい、皆様こんにちは。便利やハッピーの角の口です。はい、4月27日火曜日午前11時24分でございます。はい、伊勢崎市の方で、先ほど、回収の方を、終えました。西尾岡田町スマーク伊勢崎さんの近くですね。ソファーちょっと たくさん、あの一人掛けタイプの、4つ5つ、会社ありました。その他、お子様のおもちゃだったりベビーカーとかそういうのを、回収させていただきました。ありがとうございました。本日もまだ、件数多く回る予定でございます。伊勢崎市、豊城町交差点過ぎました。この先、伊勢崎市街、入っていくルート道路になります。ここは、群馬県道68号線でございます。桐生伊勢崎線、桐生伊勢崎線県道68号線でございます。ご覧の通り、本日も、いい天気に恵まれております。風もほぼない状態ですね。ちょっと朝方結構冷え込んだかなっていう感じです。10度は切ってましたね。まだちょっとファンヒーター暖房とか必要な、肌寒さですね。日中はここまで天気いいと、本当に半袖でもいいぐらい、ちょっと 歩いたり少し、体を動かせば本当に半袖でもいいかなっていう感じですね。この、左がホテルR9 ザヤード、これコンテナをホテルにしている、これ非常に新しいですよね。珍しいです。今どのぐらいあるんでしょうか。他にも見たことあるんですけども、ホテル9ザヤード黒く塗りつぶされてコンテナ、何フィートのコンテナですかね。一番でかいのが40フィートで、その半分が20フィートなんで、そのさらに半分ぐらいのコンテナですかね。それを、お部屋泊まれるようにしてワンルームっぽい感じで、なかなか洒落た雰囲気なんですよね。新しい感じで、私からすると何でしょうか、昔のアメリカ映画に出てくるきそうな何でしょう、佇まいがありますね。その旅館っていうんでしょうか、ちょっとうまく説明できないですけど、はい、ちょっと田舎の旅館っていうようなアメリカの映画に出てくるような、はい、でも新しい感じですね。おしゃれな、ホームページ見るとなんか内装っていうか中の雰囲気とかとてもおしゃれな感じです。はい、文化会館前ですね、伊勢崎市。左がワークマンさん、今日だけ休みってことですかね。天気予報ですね。閉まっちゃったわけじゃないですね。はい、はい、左側パチンコマルハンさん、うっすらとちょっと雲の方がかかってますね。でもほとんど青空で、今日もいい天気の一日に恵まれるのかなと思います。
町東、まあ、だいぶ駅周辺も広くなったっていうか整備されて、あのだいぶこう綺麗な景観になってますよね。伊勢崎市の駅前とか周辺ですね。ちょっとここ左行きます。市役所の方までじゃ行きましょうかね。ケゾウジ公園、ここから3キロほどのところにありますね。お子様向けの遊園地というか、私も20年以上ぐらい前に1回足を運んだことありますけど、まあそれっきりですね。近くの現場でちょっと回収作業というのは何回かあるんですけど、まあ、観覧車が高くそびえて見えるんで、まあ、いつも近く通ると思い出しますね。市役所方面まで向かいたいと思います。あ、ここもそのまま68号線ですね。県道割とここの先ずっと信号が多いくて、割と車が列なしてて動かないですよね。あんまり長くなってしまうとカメラ熱持って自動的に撮影ストップしてしまうんですけど、だんだん気温が上がってくると余計にちょっとカメラ持たないかもしれないです。もうこの、カメラも4年ぐらいは経ってるかなと思います。ちょっと早く新しいのにしたいですけど、まあ、そうすればもっと綺麗な映像で撮れるのかなと思うんですが、ベイシアスーパーさん、ベイシアさん、ここもともと何の建物だったんでしょうね。普通のベイシアさんの趣と違いますからね。反対側から伊勢崎市役所のところまで、ね、撮影したものありますけど、まあ、ちょうど反対側からの撮影で動画のご案内となりますけれども、はい、伊勢崎市八坂町ですかね。緊急事態宣言4都県出てまして、まあ、埼玉、群馬は、緊急事態宣言の対象ではないですけど、まあ、このゴールデンウィークどういう風になるんでしょうかね。多少、まあ、3度目の宣言ってことでもう意識は薄くなっちゃってますよね。まあ普段と変わらないような
感覚になってますね。まあただその行楽地だったり観光名所だとかホテルの業界の人とか一番打撃が大きいかなと思います。せっかくこのゴールデンウィークでお客様とか見込めるところがなくなってしまうっていうのがあると。まあただ個人的にはもう本当に早めにオリンピックの方は中止延期を決めていただきたいなっていう感想です。はい、市役所東、はい、右側伊勢崎市市役所庁舎でございます。ではここで動画の方長くなってしまったんで最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。ここで終了させていただきます。失礼いたします。